いて BPM 実行エンジンが入っていることということなんですが、 BPM これを略なんですけども、ビジネスプロセスマネージメントというそれぞれの単語の頭の文字です。で、その意味をはじめに確認ということで説明します。まずビジネスプロセスに分析、設計、実行、モニタリング、改善、再構築というマネージメントサイクルを適用し、継続的なプロセス改善を遂行しようという経営業務改善コンセプトのこと。 IT 用語としては前述のコンセプトを実行するために複数の業務プロセスや業務システムを統合、制御を自動化し、業務フロー全体を最適化するための技術やツールを言うという定義になっています。で、システムを統合するためには先ほども出てきましたが、他にもすでに既存システムがあって、その既存システムのある一部分に対して、例えば他からこういう情報が来たらこういうことをしてくださいっていうことを書きたいです。ということで、それぞれのフローがあるんですね。業務プロセスに合わせた処理フローがで、システム統合のためには各業務プロセスの処理フローをまず洗い出していただいた後、洗い出されたフローを定義する環境が必要です。で、その環境にアンサンブルはスタジオというツールがありますので、まあ、消しのツールの名前と一緒ですね。あの、まあ、2倍も一緒です。その上にロジックを実行するツールを持っている。さらにそのロジックを実行するための BPM の実行エンジンというのも提供されています。つまりこれも他の統合システムだと BPM 実行エンジンで売っています。他の機能でまた売っていますということなので、統合するためにはこの機能買わなきゃいけない。で、アンサンブルの場合にはアンサンブルを入れればこの機能を含まれますということで、一つで提供できています。そして4つ目の内容なんですけど、バムと読みます。で、こちらなんですけども、ビジネスアクティビティモニタリングの頭文字です。で、あらかじめ定めた業務プロセスに沿って作業が正しく遂行されているかどうかリアルタイムに監視することという定義があります。で、メッセージというのは実際にそのシステム側で流れてくるメッセージの部分で、データの部分ですが、メッセージが全てデータベースに登録されるため、メッセージのトレースができ、処理後データの確認が、これはいつでも行うという部分ですね。トレースする、こういう画面、これ実際の画面ですけど、こういう画面を皆さん使って、開発しながらでも、テストの期間でも、運用中でも見れます。で、あとは視覚的なダッシュボードを構築することで、リアルタイムにデータベースにアクセスし、状況を確認できます。で、ダッシュボードでどんなことをするかというのは、また後ほど の演習の中で具体的な内容が出てくるんですけども、簡単に言うと、例えば統合データの中で監視しておきたい対象データがある。で、それを測定値を、まあ、ある程度で定義をするので、測定値として定義をしてあげて、あとはこういう、よくスピードメーターという要素の名前なんですけど、車のスピードメーターのようなイメージで、その敷地設けてですね、敷地の下限に達してたら、上限に達してたら、例えば色を変えるとか、ね、そういうような工夫ができるこういう画面の機能なんですけど、これは一般的にダッシュボードと呼んでるんですけど、こういうものがもうすでにアンサンブル一つで提供できます。で、実は先ほどの BPM 実行エンジンのバグについても、他のシステム統合のソフトウェアの場合ですと、やはり別々になってますので、必要であればそれを適宜インストールするなり、買わなりしなきゃいけないです。でもアンサンブルは実はこれ一つで提供できます。アンサンブルに含まれているということで、アンサンブル一つで提供できます。で、要素がですね、システム統合に必要な要素、その前の画面に戻りましたけれども、今お話しさせていただいたメッセージが記録されているため、いつでもトレースできる、統合データベースを構築できる、BPM 実行エンジンを持っている、バムを実現できる、これができること、イコールシステム統合ができることということにつながります。今のこの説明をちょっと図に示しますと、こんなイメージになりまして、で、ちょっと右端の部分だけ、説明しようと思います。で、先ほど今4つの事項を挙げて、その事項が可能イコールシステム統合ができるにつながります。で、それには例えばインテグレーションサーバーが必要、メッセージエンジンが必要、BPM 実行エンジンが必要、バムが必要というそれぞれ項目が分かれていますので、それぞれやはり用意しなきゃいけません。あと複合アプリケーションを作るにあたっては、やはりアプリケーションサーバーもデータサーバーも必要ですよということで、また別途用意しなきゃいけない。で、これら実際にアンサンブルが一つで提供できるんですけれども、やはり強みは皆様ご存知のキャシーが内部的に組み込まれています。キャシーをベースとして、上乗せというとおかしいですけど、ベースとした製品ですので、アプリケーションサーバーになり得る機能、データベースになる機能も全部キャシーで提供できます。
またさらにその上で統合に必要な素材ですね、この4つの素材それぞれ動かすための機能というのもアンサンブルが1つで提供できている理由はやっぱり内部に橋を持っているからというのがあるんです。ですので皆様ご存知のキャシェの技術をさらにフル活用するためにぜひですね、今日はアンサンブルに慣れていっていただければと思います。では次のページ、ちょっとここで字でまとめていきますと、アンサンブルでできること、何ができるか、まずさまざまなアプリケーションを統合できます。あと業務プロセスの処理フローを記述する BPL と書いてありますけど、ビジネスプロセス言語、ね、というのがあります。でこれがアンサンブルの開発環境に含まれています。これは業務プロセスの処理フローをですね、まあ、スタジオでフローチャートを描くように記述できる言語なんですね。これを入れていますので、その場で絵を描くようなイメージで処理フローを、業務フローをですね、業務プロセスのフローを記述できます。でアンサンブルではデータ交換記録が全てデータベースに記録されます。このデータベースはイコールキャシェです。でこれによって統合データのメッセージの送受信状況がいつでもトレースできます。でアンサンブルにはキャシェが内部的に入っているのでこういったことができるということです。でダッシュボードという機能を利用するとリアルタイムに状況確認ができるということからバムが実現できるというところに結びついていきます。ということでアンサンブルというのを一つ入れてしまえばですね、システム統合というのは他の製品全くいらずにできます。でここまでのお話の中でですね、でもキャシェでも実現できるんじゃないかというふうにお考えを抱く方いらっしゃると思います。でアンサンブルにキャシェが内蔵されているのであればキャシェだけで統合が実現できるんじゃないか、私も思います。でキャシェはデータベースに皆様ご存知のスクリプトを持っています。キャシェオブジェクトスクリプトを持っています。ですので連携に必要なプログラム、他のシステムに対してこう例えば SQL 文を投げるとか、あのファイル出力するとか、そういったことは皆様もお使いになられているかもしれませんけど、プログラムでいかようにでもできるんですね。で記述できる。で連携するアプリケーションやシステムが少なければそれで実現可能な場合はもちろんあります。でしかし統合に必要な業務プロセスの処理フローを記述するにはキャシェだけでは可視化のための記録の限界があります。でこの処理フローを記述する、まあ、フローチャートを描くようなそういうツールがないというのがキャシェのない点なんですね。 BPL ビジネスプロセス言語は記述できない。そしてデータ送受信の記録、これはデータベースなんで記録することも皆様のプログラミングでできます。ですが記録はできるんですけど、専用の参照用の画面ですね、メッセージのトレースを行う画面、これは自作で作らなきゃいけない、別途作成をしなくてはいけないというのがキャシェでもし行うのであれば作らなければならないと思います。であとはキャシェ外部へ接続する必要があるような場合、例えば、まあ、ODBC 系で別 DB に接続する、そういったものも含めてですね。でその都度外部インターフェースに合わせてロジックを記述する必要があります。でこの部分もアンサンブルにアダプターというふうに呼ばれる、総称で呼ばれているクラスがあります。でこのクラスはその外部インターフェースの接続の部分をですね集約しているクラスですので、あらかじめ用意されているものを使えばその接続の部分というのは全くコーディング不要なんです。なのでこういうアダプターと呼ばれる外部とデータ送受信用機能が各種用意されておりますので、独自に作らなきゃいけないというのはないんです。でこれら全てを用意している私でもできます、やろうと思えばできるんですけれども、全てもう例えば画面とかですね機能が全部用意されているものがアンサンブルということになります。でアンサンブルの内容というのは、アンサンブルというのは統合のために開発されているプラットフォームになりますので、こういった便利な機能が含まれているというふうにぜひお考えください。